西新宿4丁目交差点笹塚3丁目付近、東京都道431号、角の泉町線は、東京都新宿区と杉並区を結ぶ、特例都道である。甲州街道と完全に平行に走っているため、千南交差点から泉2丁目交差点までの、境外区間を除き、甲州街道の交通量の分散にも役立っている。泉給水所から淀橋上場水上を結んでいた。 玉川上水深水路の跡を埋め立てて作られたため、水道道路と呼ばれている。角のはずは、現在の西新宿と新宿駅近辺の旧地名。かつての水路が埋め立てられて整備された道路であるため、現在は地下に水路や大きな水道管があるわけではない。ただし、沿道給水のための水道管は埋められている。玉川上水深水路は、 泉給水所と淀橋上水場水上等一直線で結び、土地の工程は土手を築いて調整して、水路を作ったため、その跡地を利用した水道道路は一直線で、土手を取り去った中野通りとの交差点付近を除いて、起伏もほとんどないのが特徴である。また、水路を横切る南北の交通を維持するため水路には16の橋が架けられ、土手には3つのトンネルがうがたれた。 橋には、淀橋上水上側から順次番号が付けてあり、2号橋は12社通りとの交差点の位置に、3号橋は山手通りとの交差点の位置にあり、関7通りとの交差点の位置には15号橋があった。なお、6号橋を通った道路には6号通り商店街が、7号橋後には、バス停、7号通が、10号橋を通った道路には10号通り商店街があり、 今にその名を留めている。また、三つのトンネルのうち、中野通りとの交差点の位置にあったトンネルは、土手とともに取り払われて、今は平面交差になっているが、東の渋谷区本町六丁目の提供短期大学の南にある本町水道と、そのまた東にある本村水道の二つは今も使われている。ありがとうございます。